日本関東地方神奈川県横浜市磯子区。磯子磯子は、横浜市磯子区の北部の町名。現行行政地名は、磯子1丁目から磯子8丁目。郵便番号は235の0016。本校では、区政施行後に、旧磯子町から分離した磯子台についても述べる。なお、磯子台の郵便番号は235の0019。また、 どちらも住居表示実施済み区域。国道357号と磯子旧道に挟まれた地域。北北東から南南西に JR 根岸線、磯子産業道路、国道16号が通り、北側は堀割川を挟み原町、東側は新磯子町、南側は磯子駅付近で森に隣接する。かつては根岸湾に面し、潮干狩りのできる海水浴場もあった。 浜バス停付近から磯国総合庁舎付近にかけての国道16号と磯子作業道路の間は道路建設や宅地造成を目的としてアシ金之助が安藤翔太郎の援助を受け埋め立てられた。それ以前は屏部裏の崖が海岸沿いまで迫っており交通が困難であったが1908年3月には金沢方面に通じる道路が開通した。 この一帯は、戦前から昭和30年代には、花街として賑わったが、売り物であった目の前の海岸で、埋め立てが始まったこと、接待の場が、館内のクラブに移ったことから衰退し、1968年には、最大の料亭であった、快楽園も姿を消した。その跡地は、現在は、商業ビル、磯子アイランドとなっている。安藤、阿島漁師の名は、安藤橋。 足名橋に残るが、川は暗挙となり、現在では、親柱が残るのみである。前期埋め立て地と堀割川の間は、横浜市電気局により、電車工場等の用地を目的として1925年より埋め立てられ、1929年に竣工した。用途は変更され、八幡橋警察署や磯国役所が建てられたほか、一部は全馬鉄工所に売却された。 磯子二丁目より、海側は1960年代に埋め立てられ、新磯子町となり、現在は磯子一丁目のヨットハーバー付近が海に接するのみである。磯子一丁目には、バブコック日立と日本発情の工場があったが、前者は生産集約のため1999年に閉鎖、跡地の一部は、創鉄老前山田電機、大熊二鳥を各店舗とする。 ショッピングセンター、マリコム磯子となった。校舎は、首都高速湾岸線建設のため、金沢区福浦に移転、跡地は、首都高速のほか水処理施設が建設され、施設屋上は磯子、海の見える公園として開放されている。国道16号に面して、磯子産業道路を挟み1丁目に、磯子警察署、2丁目に、磯子消防署がある。以前は、消防署は、 警察署の南隣に区役所は現在の消防署の位置にあった。国道16号西側の久木町に商店街、浜マーケット、中浜町に横浜銀行とリソナ銀行の伊豆ご支店があり、八幡橋、浜バス停に近い、この近辺が行政、経済の中心であったが、1964年の根岸線開通後は区役所は 磯子駅近くの磯子3丁目に移転した。3丁目にはミリオンボール跡に開店したトイザラスがあるが、松坂屋ストアヨークマート鈴木屋の3軒のスーパーマーケットはいずれも森1丁目にある。磯子駅を見下ろす丘の上には横浜プリンスホテルがあったが、2006年に営業を終了し解体された。跡地には東京建物によるマンション建設が計画されている。 2.3丁目のネギ線より、海側の地区は土木事務所、水道局や町工場などが立ち並んでいるが、2000年代に入りマンションや総祭式場が建設された。給料地帯の住宅地であり、一戸建てが中心であるが、レインボーハイツなどの大型集合住宅も建設されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、磯子3丁目の南端が JR 根岸線磯子駅の駅前広場に接し、磯子1丁目は根岸駅から徒歩15分ほど。国道16号は横浜駅、管内地区、根岸駅と磯子駅、杉田方面とを結ぶ横浜市営バス、京浜急行バスが、比較的本数が多く、磯子産業道路、 磯子休道には、磯子駅と、牧田駅前を結ぶ神奈川中央交通バスが走る。磯子方店6丁目は、潮見台、磯子駅と、根岸駅、上大岡駅方面を結ぶバスが利用できる。ありがとうございます。